党政党で、そこの委員長をしておりますが、国会の中では無所属として活動をさせていただいております。本日は同じ時間帯に沖縄の辺野古の方でも沖縄の琉球シールズの皆さんが頑張っていらっしゃいます。その他福岡でも名古屋でも多くの皆さんが沖縄と心を一つにしてこのように集まってくださって、同じような思いを込めて集会をしてくださることを大変心強く思います。先ほど赤嶺政権衆議院議員の方からこれまでのこの辺野古の基地闘争に関する細かいお話がございましたので、私はそもそもなぜ辺野古に新しい基地を作るのか、日米両政府がなぜこのような動きになったのかということを改めて皆さんと一緒に確認をしてまいりたいと思います。まずこの動きは、あの普天間の基地を一番危険な基地であるから閉鎖をすると言ったのは実はアメリカの政府であります。お分かりの通り95年の少女暴行事件が発生いたしました。小学校5年生の女の子の人権を侵害するような、しかも沖縄は戦場ではありません、平時で米軍の軍事によって一人の少女の人権がこのような形で凌辱をされて大変な状況に陥った時に慌てたのはアメリカ政府でありました。モンデル大使とそして橋本当時の首相が沖縄のその県民の思いを形の上では汲み取るようなことで、当時の大田知事に対するいわゆる米軍の基地がすべて締め出される前に一番危険な基地をなんとか閉鎖するという動きがあったのがそもそもの始まりであります。19年経った今、まもなく20年でありますけれども、このようなことが安倍政権によって沖縄の気持ちは愚か、新しい戦争の道につながる200年対応の基地を、あの辺野古のきれいな海を埋め立てて作ろうということ、とんでもありません。許せることは県民ができないというその思いの中で、今毎日私たちは辺野古のあの基地の前で闘争を続けています。私は先ほど赤嶺政権さんからもお話がありましたが、なぜ沖縄の県民が新しい基地を作ることに反対しているのか、それは沖縄県で決して県民が望んでもない戦争に県民を巻き込んで4人に1人が亡くなるという大変な状況を作り、沖縄県のその実態というのは、もともと日本軍が沖縄を切り離してこの沖縄のいわゆる県民を巻き込んだ地上戦を展開し、一日でもアメリカの軍隊が日本本土に上陸をするのを防ぐための作戦を展開し、そして多くの県民が犠牲になったという、そのような体験を持っております。そういう場所から新しい戦争につながる基地を作らせるというのは、県民の8割が反対するのは当然であり、そこには86歳を過ぎていてもなお私たちと一緒になって、決して新しい戦争につながる基地は許さないと、あの島毎日毎日体を張って戦っているというのが現状であります。これまでの、ありがとうございます、私たちの運動というのは孤立をしているような運動に取られておりましたが、決してそうではないというのが
今私はここに集まっていらっしゃる皆さんと連帯をして、そして辺野古に新しい基地を作らせないという、あの辺野古基地の7割が本土の皆様が応援をしてくださっているという、その現実に直面したときに、やはり戦う相手は日米両政府、しかも安倍政権であるということを、はっきりそのことを一つ取り上げても分かるということを、改めて皆さんと一緒に心を一つにして戦っていくという思いを強くしております。なぜかと言いますと、私はこれまで大熊本土の方に接するチャンスのある平和ガイドをしたことがございます。20年というそのガイドの生活を通して感じたことは、あの当時は沖縄は本当に大変ですねとおっしゃる方が多かったんですが、その沖縄の基地問題を自分の地域の問題として引き寄せて考えてくださる国民はそう多くはありませんでした。しかしオスプレイが配備される、あるいは今沖縄ではいわゆるアメリカのシーバトルによって自衛隊の基地を与那国、宮古、石垣と配備されるような状況の中から、やはりこの安倍首相の言っている自衛隊を国防軍として扱って、そして戦場に送るような戦争法を提出させていく、その危機感の中から、おそらく多くの国民の皆さん、シールズの皆さん、多くの方々が沖縄の問題を本当に自分の問題として考えていくという、そのような広がりの中での今日の集会だと思っております。皆さんと一緒に私たちが戦争に反対する、それは私は女性であり、そして3人の子供がいます、6人の孫がいます。そのような子供たちを決して再び戦争に送るようなことは、どんなことがあっても許してはいけない。何のために日本の国は平和憲法を制定したのでしょうか。あの太平洋戦争で多くの国民の命を失いました。そればっかりか、アジアの皆さん、多くの近隣諸国の女性たちを慰安婦として戦場に駆り出して、性暴力の日本の軍隊の対象にしたという、その状況を考えていきますと、何としても辺野古に新しい基地を作ることは許せない。皆さんと一緒に何としてもこの辺野古新基地建設に反対をしていく、そのような決意を再びここで新たにしております。しかし皆さん、今日沖縄の新聞を見ておりますと、このようなことが書かれています。沖縄の米国総領事ピエール・エレン・ライク氏が共同通信のインタビューに対して、この辺野古の新基地建設を沖縄の県民8割が反対をしているけれども、そのようなことは決して米軍再編の中では大きな問題ではないというふうに言っております。この基地負担の軽減をして日米同盟を強化する、そのような意味で沖縄の人たちが反対するのは小さい問題だと言ってのけております。許すことはできません。尾長県知事をはじめとして多くの沖縄の県民が、議員たちがアメリカの国会に行ってこの沖縄問題を訴えています。来週から沖縄から再び県議会議員、多くの市民の皆様がアメリカの議会や市民の皆さんに、この問題を決して日本政府の問題だけではない、当事者はアメリカであるということを訴えに参ります。私も小長知事も国連の中でも訴えてまいりました。この基地問題はそれも直さず人権問題であると、沖縄の人たちの人権を無視するような安倍政府に対して強く抗議をし、皆さんと一緒になって決して戦争につながる辺野古の
新基地は作らせない、その思いを込めてこの和歌山をお伝えしたいと思います。今日早速また沖縄に帰りますけれども、明日から明後日から私たちは辺野古の新基地だけではなく、嘉手納基地の包囲、そして米軍の沖縄にある全ての基地を、このような状態で日本政府が県民の民意を受け止めないのであれば、全ての基地を追い出していく、そのような気持ちで戦ってまいりたいと思います。どうぞ皆さん最後まで一緒になって戦ってまいりましょう。辺野古の新基地建設反対と同時に平和憲法をしっかり守っていく、そして民主主義をしっかりと根付かせていきたい、それを沖縄から発信をしてまいりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。